かつて人斬りと呼ばれながらも新時代のために戦い、もう二度と誰も斬らないと誓った男。あら、しかし彼には恐るべき一人の後継者がいた。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。獅子雄が京都で暗躍している。獅子雄？奴の狙いはただ一つ、維新政府の転覆だ。どうして謙信が行かなくちゃいけないの？絶対に京都になんか行かせない。奴を止めることは拙者の役目。今までありがとう、そしてさよなら。日村が動かねばこの国は滅びる。ダメ！謙信が人斬りに戻ってしまうかもしれない。この先確実に日本の瞑想が始まる。人を生かす前に自分を生かすことを考えて。国取り返した。必ず生きて。誰だろう？バッター！そんなもんか。最強の名にかけて貴様の首を頂戴する。強ければ生き、弱ければ死ぬだけだ。ここにいて必ず帰るでござる。ようやく会えたな。決着をつけるぞ。流浪に献身京都大化編伝説の最後編。そろそろ終わりにしてやるよ。